ーさん、いつもとても面白い動画ありがとうございます。元気やない日も元気が出ます。いつもありがとうございます。続く。ところで、ティッシュドッグのゲームゾーンのやつで、一番。ティッシュドッグって何TikTok のことその間違えてたって初めて見たぞ、お前よ。いやね、この質問よく来るんだよね。TikTok のゲーム部門でノミネートされたけど、そっから大賞取れたんですかっていう質問ね。これね、俺は結果知ってるんだけど、TikTok の公式が12月14日に結果を言うまでは、俺から公表できないんだよ。だからみんな、さしてくれーキーププラス Y で謎のゴール判定。なぜワンナップ中間ポイントとゴールの位置は違うの？どういうことだろうな。とりあえず面白そう言ってみよう。右プラス Y ボタンの半自動で謎のゴールをするらしいんだけど、ね、どういったゴールなんだろうな。ワンナップハテナみたいな感じだったからね。多分ワンナップは関係すると思うんだけど、時間が10秒までしかないから、そろそろワールドなき中間と段階。あ、これもしかしたら死んで、中間からスタートされたらゴールする的な感じ。あ、そういうこと重なり合ってる場合、中間の方が優先されるってこと？ゴールよりも中間の方が優先されて、もう一回再開したらそのままゴールできますよ的な感じで合ってんの？ちょ、ぴったしえ？クリア時間ぴったしやん。こんなことある？え、逆にお前9秒970どうやってやった？え、ちょ、もう一回やってみるか。もう一回やっても絶対に10秒なのかな？これさ、毎回何回やってもぴったし10秒クリアなのかな？すごくない？ 10 秒000ってそんなことは今まで見たことないんだけど、そんなぴったしになる？あ、で、これで、いやでも逆にそのベストタイムの人どうやって出したんだろうな、9秒970。これでクリアしまって、これで10秒ぴったしなのか見ていきたいと思いますよ。絶対に10秒ぴったしになるじゃん。このコースすご。え、でもさ、右の人もしかしてさ、この人は中間ポイント取らずにそのままクリアできたってことかな。え、どうやってやったんだろう。サージンチャンネル。邪魔だけど必要なパックン、こちらのコース行ってみよう。なるほど、そういうことか。あ、早い。あ、なるほどね。全然わかんない。全然わかんないんですけど、みんなね。これさ、一回バック踏んじゃうともう消えちゃうじゃん。でもさ、この木箱を取って上まで行かないとなんでね。この木箱を上に乗せて、その上に乗って土管に入ってゴールみたいな感じだと思うんだけど、そのためにはパックンちゃん踏まなきゃいけないんだけど、一回踏んだだけでもパックンちゃんが消えちゃうからどうすりゃいいのかわかんないよ。どうにかしてこのパックンちゃんを消さずにあの木箱を取らなきゃいけないってことでしょ。いや、一回ヒップドロップでやってみるか。そうすると死なないかな。ほら、死ぬか！本当に死んじゃった。冗談じゃん！本当に死ぬことないじゃん、お前さ！ちょっと待って、これ。上行けねえか？隠しブロックがあるとかじゃねえよな。え、マジで意味わかんなくねえか？あ、わかったわかった。これさ、投げてすぐ取るとかではねえか？急いで2回踏めんかな？踏んで木箱取ってすぐ踏めみたい。これいけそうじゃね？急いで、踏んで木箱取ってすぐ踏め。あ、無理か。これさ、ヒップドロップ2回だとどう？ 1 回やってすぐに、あ、そっちの方が無理か。じゃあさ、踏むと同時にヒップドロップ、あ、今2回踏めた。あ、これで取ったジャンプじゃねえか。もう一回行くぞ。ヒップドロップギリギリ。お、あ、来た来た来た。あ、しゃ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 。はい、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル。大きくなりすぎてしまった1の字ということで、よく大きくなった1の字ってさ、見るんだけど、こちらのコースクリア率が 1% 切ってんだよね。すごくね、めっちゃ難しいんだけど、ということでやっていきたいと思います。スーリーかわいい。大きくなりすぎてしまった1の字ということで、ね、どんだけ大きい1の字か見ていきたいと思います。ということで、ちょっと待って、ね、想像のなんか50倍ぐらいでかいんです。嘘でしょ、ちょっと待って。わかってね、俺が考えてた大きくなった1の字のレベルじゃねえ。でかすぎるって。えぐいんですけど、ちょっと待って。でかいぞ、ちょっと待って。とんでも、クリボーが。めちゃくちゃでけえさあ、加減を知れ、マジで。一回これ、あ、ちょ、これ、もしかして、この隠しブロックも用意されてる。用意されてるんです、ちっちゃいな。隠しブロックちっちゃいな。ということで、これは上ルートでいいのかな、こっちから来たって。いや、時間がもう足んねえな、多分。まあ、いや、とりあえず足んなくてもいいから先見とこうぜ。ここは、こっちは、裏面に行くわけない。これ、さすがに足んないよな。これ長さが足りんよね、でかすくしすぎる。ということで、裏面も一応ここから続きが始まってて、このクリボーいるね。で、この後、ノコノコとかも出てくるけど、ノコノコは再現されてないのか。クリボーしかいないかい、この1の1を。あ、これノコノコ？ちょ、無理じゃん。え？なぜね、ノコノコ登れないんですけど。ってことは多分ね、これ上側だよな。あ、こっちか。やっぱりここに隠しあったんか。これ、あー、今ちょっとね、結構時間経っちまった。なんかあそこの扉でも入れねえか。さっきのノコノコの目の場所を扉にしてんのか。オッケー。これで、こっち側行って、あ、まだ続くのかい。あ、でもだいぶもう一応の最終局面だよな。ここ最後の階段の手前ぐらいだよな。あ、ここでクリボーがいっぱい来て、ここの土管に入ったらもうゴールっぽいな。これで、ギリギリ間に合う。あ、よかったよかった。はい、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル。クリボー軍と呪われた洞窟。一回地面から離れたら着地されてゴールでくれ。ちょっと待って、ちょっと待って。こいつに乗りながら進んでて、いや、ちょっと、ちょっと、めちゃくちゃ難しいですけど、ちょっと待って、ちょっと待って。一回、一回避難させて、一回休憩させてくれ。バカだれ、バカだれ。なんもないかーい。これさ、ヒップ耐
キューとか多用しながらさ、ちょっとね、時間稼ぎしてた方がいいな。で、あのキラーちゃん、右に進んでるキラーちゃんを余らしておいて、後でここで使うんでーす。ありがとうございます。怖い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 、ちょ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 、クリア率が 0.81% だったから結構難しいと思うんだよね。はいはい、早く出てこーい。これ結構さ、キラーの方が乗りやすいから、なんとかキラーを余らしたいんだけど、そううまくもいかない。怪しい、奇跡起きた、奇跡起きなかった。赤ちゃんいるのは聞いてないんだ。赤ちゃんありがとう。オッケーオッケー、あ、そっちも赤ちゃんいるわけで、大砲の赤ちゃんもいるわけで、キラーちゃんの赤ちゃんもいるのに大砲の赤ちゃんまで。やだやだやだ、死ぬって、マジで死ぬ、助けて、誰か来たー。ドアボーはーい、ポーンとポーンポーン、はーい、ゴールです。ありがとうございます。草人チャンネル、全自動、全自動ではないです、秒で嘘つく。こちらのコース全自動コースらしいんだけどね、全自動コースに見せかけて全自動コースじゃないみたいな感じのコース、よくわかんないけど、そんな感じのコースらしいんだよ。だからね、多分普通にやったらクリアできないみたいな感じなんだろうな。なんかやりして、これでゼロでギリギリ間に合わないのかーい。じゃあどこで時間を短縮させるかだよね。この辺でダッシュしてっても多分ね、なかなかこの先のこの針の場所で抜けらんねえ気がするからね、やるとしたらここか。いやでもここもきつくねえか。とりあえずしょっぱな手動で行ってみるか。こういう感じでぼやよしてテレサグッバイ。とりあえずしょっぱなは手動絶対無理だからね、とりあえずここは全自動で使いながら、途中でこの針抜けたあたりで手動になりながらぼやよして死ぬ。実はこっち側にスターが隠れてるとか、隠しブロック系ではないと。これさ、右 Y の半自動降車いけんじゃん。いけないじゃん。右 YB か。あ、これで死ぬんだよね。ってことはやっぱりね、さっきやったね、後半から脱出する作戦、それで行こう。後半ここら辺は全自動で行きまして、針過ぎたバヤヤしてからだ。ダッシュダッシュ、あー今の完全に来てたよね。でもね、なんとなくコツは使って、最後さ、しゃがみジャンプクロスすりゃいいんじゃないの。それで行ってみようか。最後のところでちょっと溜めよう、溜めて溜めて、ここでダッシュしてしゃがみ、あー入ってないかも。しゃがみジャンプクロス入ったかわかんないけど、クリア、ありがとう。草人チャンネル、ファンのタイミングで飛ぶリズムゲームということで、 BGM 中のファンの音が鳴るタイミングでジャンプするコース、31点中25点でクリアということでやっていきたいと思います。 BGM のファンの音でジャンプするコースやっていきたいと思います。わーやばっはっはっはわー、あー、ここなかった。いやー難しいな、タイミング。ノギクさん、みんなここら辺でくるよな、確か。ドゥドゥドゥルわーわーやばっはっドゥドゥドゥル、まだよまだよまだよ、で、わあトゥトゥルトゥトゥわわよしトゥ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 わわわよし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 トゥトゥわわわよしよしよしまだ来るよ、まだ来るよ、トゥトゥトゥよし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 わあやばっ完全にコツをつかんだ。こっからスピードアップするみたいな感じか。ちょっと待って、ここは押していいのか。今、ファーったけどいいのかな、今のは。ちょっと待って。ファー！オッケーオッケー。ドゥルまだよ、まだよ。ドゥ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 。ファー、ファー、よしドゥ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 ルルルルルルまだここからトゥトゥルトゥファッ、あートゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥファッファー、よーし集中、ファッファッファー、よし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 ファッファッファー、まだよ、溜めよ、ファッファッファー、よしよしファッファッファー一枚足りないということで、やっぱり、さっきのスピードアップのところの場所もし、ファーやってよかったんか。それで、ちょうど31枚、悔しいけど、まあまあまあ、よしとしよう。ありがとうございました。